今まで当たり前だったことがすごい当たり前じゃなくなってしまったっていうことを、まあ、そこが、まあ、家族も含めて何か最初はすごくこう息苦しいというか、まあ、そういうふうに感じてましたけど、まあ、スポーツ選手として、まあ、いつサッカーができるんだろうなっていう、まあ、いつ周りのお客さんの前でまたサッカーができるんだろうなっていう、まあ、その不安が一番大きかったかなっていうふうに思います。このコロナウイルスに対してあまり神経質にはなりすぎず、かといってこう緩めすぎずというか、まあいろんな意味で多分あの家族はすごく我慢してくれたことも多分たくさんあると思うんですけど、まあ何か合言葉のように、まあ、パパに移ったら大変だからっていうのを、まあ、俺がいない時とか、まあ、俺が聞こえてないような時に何か話してくれてるのとか聞いて、まあ、本当に感謝しています。この状況になって一番最初に思ったのは、まあ、本当に苦しいなとかそういうことは思ったんですけど、まあ、知れば知るほど、まあ、あの自分たち以上に大変な思いしている方々がいて、あの本当にその最前線で戦ってくださってる皆さんっていう、ヴァンフォーレ甲府の練習場にはあの山梨大学で医大があるんですけど、そういうのをこう考えるとなんか自分たちが少しサッカーで手を抜いたりとか、なんかそんなことちょっとできないからってサボってしまうとか、なんかそういうことが本当に情けないことだなっていうふうに思うようになって、まあ、そういう人たち、もっと大変な思いしてる人たちがいるんだっていうことが多分あのサッカー選手本当に歯を食いしばってあの頑張る原動力になったんじゃないかなと思います。コロナウイルスが出始めた頃、何か本当にかかってしまった人が悪のような、なんかそういう状況が続いてて、みんながこのウイルスに対しての知識不足からということになってしまってたと思うんですけど、まあ今だいぶいろんな知識入ってきて、なった人が悪いとかそういう状況じゃないっていうのがみんな理解できるようになって一つになって戦えると思うし、あとまあ、普通にいつも思ってるのはやっぱ人間ってそんなに弱くないし、このウイルスにも絶対勝ち切るとは思うし、あのなった人たちからこうみんなで助け合いながらやっていけるのが本当に人間のいいところだなっていうふうに本当に思う、まあ、そういうふうになっていって、まあ、その後にあのスポーツが今までのように状況に戻ってくるっていうのが、まあ、一番いいかなっていうふうに思います。